ファイル・アレクサンダー・クーズマは、アメリカ合衆国、ミシガン州フリント出身のバスケットボール選手。NBA のワシントン・ウィザーズに所属している。ポジションは、パワーフォワード。ミシガン州のベントリー高校の最終学年に、平均22.7リバウンドを記録するなど、注目されたクーズマは、大学進学の際に、コネチカット大学、アイオワ州立大学、テネシー大学、 水売大学などの誘いを受け、最終的にユタ大学に進学。3年生時の2016から17シーズンに平均16.2得点9.3リバウンドの高成績を残し、パックマイナス12のファーストチームに選出された。クーズマは4年生でのプレーはせずに2017年の NBA ドラフトへのアーリーエントリーを表明。27位で、 ブルックリンネッツから指名された後、ドラフト開催日に、ブルックロペスやデアンジェロ・ラッセルらが絡んだ、ロサンゼルス・レイカーズとの大型トレードに組み込まれ、権利がレイカーズに移動。サマーリーグで、ファイナル MVP に選出されるなど、変鱗を見せた。2017から18シーズン2017年12月1日、ウェスタンカンファレンスの10月、11月の欠陥。 最優秀新人選手賞に選出された。2017年12月20日のヒューストンロケッツ戦では、キャリアハイとなる38得点を記録し、ロケッツの連勝を14で止めた。2018年2月10日に行われた、ダラスマーベリックス戦で12得点、キャリアハイとなる15リバウンドのダブルダブルを記録、試合は130から123でマーベリックスに敗れた。 4月4日に行われたサイアントニオスパーズ戦で30得点を記録。試合はレイカーズがオーバータイムの末122から112で勝利した。このシーズンは77試合で平均31.2分に出場し、16.1得点6.3リバウンド1.8アシストなどを記録し、NBA オールルーキーチームファーストチームに選ばれた。 2018から2019シーズン2019年1月7日のデトロイトピストンズ戦で自身最多の41得点を記録した。このシーズンは70試合で平均33.1分に出場し、18.7得点5.5リバウンド2.5アシストなどを記録した。2019から2020シーズンこの年からアンソニー・デイビスが加入したことにより控えに回った。 チームは、プレーオフを勝ち上がり優勝し、自身初優勝となった。2021年8月6日、5チーム間の大型トレードでモントレズハレル、検定ビアス・コールドウェール・ポップと共にはシントン・ウィザーズへ移籍した。ありがとうございます。